コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。こちらはね、何かというとガチャガチャですね。はい、久しぶりにガチャガチャのフィギュア。それが何かというとね、はい、これです。 HG シリーズドラゴンボールスーパー極エディションということでね、こちらが出ましたね。 HG が久しぶりに出ました。はい、しかも悟空のみのラインナップ4種類ですね。はい、スーパーサイヤ人の悟空で、スーパーサイヤ人3の悟空で、身勝手の極意の悟空で、身勝手の極意兆しの悟空の4体ですね。はい、こちらを私はね、やってきたんじゃなくて購入しました。はい、もう元々ねコンプリートしてるやつを購入しました。それがこちらなんですけれども、まあ、袋がね詰め込まれて送られてきたんで、どれが何のパーツかわからないんですけれどもね。まずこれが兆しの上半身なんですけど、下半身がどの下半身かわからない。どれなんだろう。まあ、下の道着のねこの破れ具合とかで、まあ何かはわかりますかね。特にこの破け方の悟空はもうスーパーサイヤ人になったばかりの悟空ですよね。っていうことはこれとこれが一緒っていうことだな。で、何も破れてないのがスーパーサイヤ人3の悟空ですね。で、これは、はい、この天使の輪っかのやつですね。はい、まあ、これでわかるね。で、残るはこちらなんですけれどもね、まあ、破れ方は一緒で、あとは道着の上が破れてるか破れてないかで判断すると、上の道着破れてないのでこれがこうですよね。で、破れているのでこれがこうと。はい、そんな感じですよね。はい、では早速ね、すべて組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりましたんでね、一つずつ見ていきましょう。まずはね、スーパーサイヤ人の悟空、こちら。はい、ダーンとね、いや、かっこいいなぁこれ。いやぁ、小さいのによく再現されてますね。いや、かっけぇ。とかもいいですね。うん、HG にしてはやっぱよくできてる。かっこいいこれ。いいね。続いてスーパーサイヤ人3の悟空、こちら。はい、バンとね。いや、これも再現されてますね。あの、スーパーサイヤ人成り立ての頃の悟空の絵のタッチ、うん、こんな感じですよね。いや、これも再現度高いね。この目、いや、いいね。この浮いた感じね、浮いた感じはこのね台座で浮かせているっていうね。で、天使の輪っかもちゃんとはまっていると。で、頭部はクリアパーツ。やっぱスーパーサイヤ人3はボリュームがあるね。うん、はい、スーパーサイヤ人の方のね、悟空の顔をちょっとアップできなかったんで、今ちょっとアップで写してますが、どうです、この感じ。いいですよね。うん、かっこいいわ、やっぱ。うん、いいや、これいい。かっこいい。続いては、身勝手の極意兆し。こちら、バーンとね。こちらは、どうでしょうか。なんか、この、ポージングといいね、この叫んでいる感じといい、
日差しでもちょっとポーズちょっと違う方が良かったんじゃないかなって思うけどね。なんかこれじゃない感があるな。なんかこれだけ、なんか似てない気がするんですけど、どうでしょうか。はい、アップにするとこんな感じ。やっぱなんか違うよな。なんか違うんだよな。道着のシワとかもね、ちゃんと追い込まれててよくできてはいるんですが、なんか違う感じがする。兆しはちょっと残念かな。続いては苦手の極意、極こじゃ。はい、どうです。いや、これはかっこいいよね。まずこの車に構えた感じ、ポージングがかっこいい。いいね。この極みの方はやっぱかっこいいな。まあ筋肉の隆起もね、ちゃんと表現されていていいです。はい、顔のアップ、いやこれかっこいいね。日差しと比べたら全然いいですよ、極みは。このね、見下した感、余裕たっぷりの極かっこいい。この斜め下をね向いている感じかっこいいな。いや、HG なのにね、ちゃんと顔もね、よくできてますね。いや、これは優秀ですよ。まあ、一回500円ですけれどもね、十分出していいレベルだと思います。いい。はい。ってな感じでね、悟空エディション。今回はこちらをご紹介させていただきましたがね、皆さんも手に入れましたでしょうか。まあね、私の近くのところには、まだなかったんで、まあ、多分ね、家電量販店とかだったら余裕であるんでしょうけど、まあちょっと自分の近くにはなかったんでね、まあ、そういう意味も含めて購入したんですけれども、まあでもね、一回500円なんで、ダブルとね、きついよね。いや、実際これはね、ちょっと手に取ってみないとわからない可能性もあるね。多分、賛否両論あるかと思います。まあ私がね、実際手に取ってみた感じはよくできてます。まあただ、兆しがちょっと残念かな。それ以外の3体はもう全然十分ですね。ということでね、今回の動画は以上となります。最後はね、回転台座に乗せてお別れしたいと思いますので、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、またね、高評価、コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。